赤目が切るは原作、高博、作画、田代哲也による日本の漫画作品。月刊ガンガンジョーカーで2010年4月号から2017年1月号まで連載。また、その前日談として描かれた赤目が切る。例を月刊ビッグガンガンで2013年ボリューム11から2019年ボリュームにまで連載された。2020年11月時点で、 シリーズ累計発行部数は410万部を記録している。2014年1月にテレビアニメ化が発表され、同年7月より12月まで放送された。帝国の圧政によって苦しむ村の少年剣士、辰美は旅の途中で殺し屋集団、ナイトレードの一員である赤目の少女、赤目と出会う。そして仲間たちと共に腐敗した帝国に立ち向かう。 中性的な SF 要素を織り混ぜたダークアクションファンタジー。罪のない弱者が虐げられて命を落とす無慈悲な描写や、それにまつわる暴力や殺戮などの生産な描写に加え、第1話の全行状や弱者の晴らせぬ恨みを晴らす復讐代行者というコンセプトから必殺シリーズを意識していることが伺える作風となっている。サブタイトルは最終話を除き、 他はすべて、丸を切る。重税に苦しみさびれてしまった村で生まれ育った、少年剣士辰美は、帝都軍の兵士を目指し、出世して、村を漁そうと、幼馴染の少女西与と、少年家康と共に、帝都への旅に出るが、道中、三人は、野党の襲撃によって離れ離れになる。辛くも一人で帝都にたどり着いた辰美だったが、その日のうちに、 レオーネという女によって、ロギンをすべて騙し取られてしまう。途方に暮れるタツミだったが、通りすがりの貴族の少女アリアに助けられる。テートでアリアの護衛として、働くことになったタツミは、同僚の護衛から、現在の帝国が腐敗していること、テートの治安が乱れていたり、自分の村に課せられた重税がその一端であること、そしてその原因が大臣であることを知らされるとともに、 ケイトの富裕層や重役を狙う、殺し屋集団ナイトレードの存在を知る。ある日の夜半、ただならぬ殺気で目を覚ましたタツミは、窓の向こうに、殺し屋集団ナイトレードを見る。タツミが、同僚の護衛に加勢して、ナイトレードと戦うか、それとも、家人の元に駆けつけて、彼らを守るべきかと悩んだ、一瞬の間に、同僚の護衛は、ナイトレードによって全て始末されてしまう。 キビスを返し、急ぎアリアの元に駆けつけた、タツミの前に立ちはだかったのは、ナイトレードの喧嘩赤目と、テ都トにたどり着いたその日に、彼からロギンを騙し取った巨乳のビジョレオーネだった。アリアを切ろうとする赤目に対し、罪もない女の子を殺すのかと立ちはだかり、歯を交えるタツミ。赤目は、そんなタツミもろともに標的を切ろうとするが、レオーネはそんな赤目を、その少年には、 仮があると静止し、辰巳に残酷な真実を突きつける。アリアとその家族は、表向きは夢を見てテートにやってきたものの路頭に、迷った田舎者たちに善意を施していたが、裏では彼らを相手に残虐な実験や拷問を、繰り返して殴り殺すことを楽しんでいるサディスト、一家であり、その犠牲者の中に道中で離れ離れになった、辰巳の幼じみさよと家康を見つける。 帝都の影に潜む真実を知って傍画するタツミ。そんな彼をよそに赤目がアリアに切ろうとするが、その寸前タツミが自らの剣でアリアを切る。憎い相手とはいえ一辺の迷いもなくアリアを切り殺したタツミを気に入ったレオーネは彼をナイトレードのアジトに強引に連れ帰る。そこでナイトレードの目的を知り、 同時に、後戻りできなくなった辰美は、帝都の腐敗を正すべく、その原因たる帝都の用心暗殺を掲げる、殺し屋集団ナイトレードの一員となることを決意する。ナイトレード今の帝国に不満があり、帝国の政治を変えることを目論む革命軍の一部の組織、腕利きの帝具使いや殺し屋などの様々な人々で構成されている。将軍イエーガーズナイトレードを殲滅するため、 エスデスの要請により急遽結成された特殊警察。全員が腕利きの定具使いで構成されている。チームスタイリッシュスタイリッシュの強化紙兵軍団で全員人体改造を受けている。一部の特殊な兵士は将棋の駒の名称が付けられている。メンバー全員が元在任で罪の軽減を口実にスタイリッシュと契約した。スタイリッシュのことは仕っているものの彼からは モルモットとしか思われていない。黒目のムクロ人形黒目が八ふの能力で操る、死体人形。人間のみならず危険種も含まれている。死体なので通格がなく、首や腕を失っても敵に襲いかかる。自我もほとんどないが、一部には強い念が残っている者も,もいる。三重子、エスデスの腹心の部下たちで、いずれも定具使い。 エスデスと共に40万人の移民族を生き埋めにした。エスデスの命令を受け、大臣の派閥に属さない、良識派の文官を暗殺、それをナイトレードの犯行に偽装することで本物をおびき出し、抹殺しようとしたが、ブラートの犠牲によって全滅した。ラセツ四期帝国最高の憲法時、貢献時からボリックの護衛のために派遣された、大臣直属の4人の戦闘集団。 壮絶な修行に加え、寺の裏山に生息する危険種レイククラーケンの煮汁を飲んで育ったことにより、自身の肉体を自由自在に操作する能力を持つ。その実力は、定具使いに匹敵するほどであり、過去に5つの定具を回収した実績を持つ。ボリックの護衛任務で、鈴鹿を除き全滅する。例にも登場しており、オールベルグ攻略のスケ人トとして小月に招集されていた。 おまけで、メズが他の三人に誰が最強なのか質問し、三人が自分を主張したためそのまま戦いとなり、イバラが勝利している。ワイルドハント殉職で人数の減ったイエーガーズに代わり、新たに編成された秘密警察。シュラが世界各国を旅するうちにスカウトしてきた人材で構成されている。しかしその権限を悪用し罪もない人々を遊び、 半分で殺害し続けたため、ナイトレード史上サイトの暗殺依頼が舞い込んだだけで、なく、イエーガーズからも、帝都の敵と認識されてしまう。ナイトレードやイエーガーズとの密どもへの戦いで数を減らしていき、最終的に、ナイトレードとの生き残り同士の決戦の末に、全滅した。アニメ版にも登場するが、シュラ以外の原作のワイルドハントのメンバーは、存在しない。 選抜組、例に登場。実力選定試験の合格者のうち、上位7名から構成された暗殺部隊のエリート。全員が年頃の少年少女で反乱分子の相当を主任務とする。定具には劣るものの、性能は折り紙付きの武器、シングを持つ。相次ぐ強敵との戦いと赤目の離反により、壊滅状態となり、部隊としての機能は停止する。 強化組、例に登場。実力選定試験のキルランクナンバー8以下の合格者で構成された暗殺部隊。選抜組に引けを取らないよう全員が投薬強化を施されている。反乱分子の暗殺に加え、罪人の処刑を任務としている。帝都関係者帝国の民とは異なる民族。帝国を三方から取り囲んでおり、しばしば戦闘が行われている。 その一方で帝国に傭兵として雇われ、ナイトレードと敵対した者もいる。西の異民族は革命軍と同盟を結び、帝国と敵対関係にある。北の異民族も帝国への侵略を繰り返していたが、エスデスに制圧された。数年前は南西の万族も帝国に反旗を翻していたが、こちらもエスデスにより鎮圧され屈服させられている。 民衆に広く信仰されている宗教。善行の積み重ねが幸せや長寿につながると教えを説いている。10年で信者を増やし、帝都東部での大きな勢力となっている。ボリックの死亡で急進派が台頭し、反乱が勃発する。例に登場。歴史の裏で数多くの暗殺事件に関与してきた暗殺結社。小月ですら危惧するほどの実力者で構成されており、死は 老若男女全悪身分問わず平等という理念のもと、いかなる思想にも染まらず、依頼内容がまとまれば全人悪人問わず殺害する。革命軍に雇われているが、パイス曰く、今回たまたま交渉がまとまって、革命軍についているだけに過ぎず、前述の理由から、新国家には危険な存在と危惧されてもいる。チェルシーもかつてはここに所属していた。例に登場。 帝国北西に位置する、渓谷地帯、プトラに存在する王家の遺跡を守護する墓守。本来は、墓荒らし以外には手を出さない、善良な部族だが、墓を荒らす者に対しては容赦はなく、墓荒らしだけでなくその家族までも見せしめのために、惨殺する。遥か昔に亡命してきた西国の者から得た、秘術により、自身の肉体の一部を危険主化させる能力を持ち、 帝国の暗殺者たちを帰り討ちにするほどの戦闘能力を有する。また、危険主義者のされ神戸の数によって階級が定められており、階級が高いものほど数多く身につけている。備え物の財宝を狙った帝国の策略で、備え物不足で帝国の財宝を盗んだ悪人に仕立て上げられ、強化組の標的となるが、上実の秘術の力により強化組のメンバーの 大半を帰り討ちにし、想定外の被害を出させた。救援要請を受けて駆けつけた選抜組やエスデスを交えた激戦の末、任務で不在であった無理を除き全滅した。ここでは、名前が登場した者ののみ記述する。例に登場。帝国の暗殺部隊に怨恨を持つ、者同士で結成された集団。正式名称は不明だが、 全員が同盟関係にあることから便宜上、同盟と呼称する。千年前、帝国を築いた、始皇帝の命により作られた48の長兵器。体力、精神力を著しく消耗するがその性能は強大で、帝国の所有者同士が戦えば必ずどちらかが死ぬと言われている。始皇帝のずっとこの国を守っていきたいという願いのもとに開発されたが、 開発から500年後の内乱により、半数近くが行方不明となっている。使用者がテ具へ抱いた第一印象が、相性に左右するらしい。ドクター・スタイリッシュがパーフェクターを利用して開発した、地獄の獣王の名を冠した武器。10番以外の装備は普段はコロに格納させており、必要に応じて、コロが腕に噛みついて、セリューに装着する。なお、セリューは、すべての武器に、 正義をつけて呼んでいる。進行玉、鉄球発液小隊、小型ミサイル、装定刀、刀ご幹無知、ウィンチエンマやり、ドリル編成弾道弾、大型ミサイル対山砲、大砲平等魚雷、水陸両用魚雷都市探知機、探知機五道天輪路、自爆用爆弾士工程の時代から約400年後、当時の工程が定具を作ろうとした結果生み出された、失敗作。 通常武器に比べ機能こそ高いが、癖や副作用があるなど性能は、定具よりも劣化している。そのため使われることなく封印されていたが、小月が若目たち暗殺部隊に与えるべく封印を解いた。帝国全域に生息する同盟で凶暴な生物の総称。その危険性から駆除の対象とされているが、時には食料や生活の糧にもなっている。 危険度によって、四級、三級、二級、一級、特級、超級に分類され、上に行くほど強さが増す。中でも、超級は、伝説の存在とされており、討伐の際には、低具使いの力が必要となるほか、低具の素材にもなっている。低都周辺に突如出現した、人間に近しい容姿を持つ新種の危険種。非常にネームながらも、知性を持ち、群れを成して、 獲物を襲う。その正体は、ドクター・スタイリッシュの手によって、危険種化した元人間であり、帝都から遥か南に存在する彼の秘密の研究所に封印されていたが、修羅の手によって解放され暴れ回っていた。中には危険種化したドクター・スタイリッシュに告示した、超巨大な個体も存在する。個体数に限りがあったため、最終的に、ナイトレードといえ、エーガーズによって殲滅された。 2014年7月より12月まで放送された。ナレーションは、後藤哲夫が担当。アニメ第19話、因縁を切るからは、原作エピソードを流用した、アニメオリジナル展開となり、原作とは異なるストーリーとなる。赤切る。劇場は、公式サイトで本編放送後に2週間限定配信された、ショートアニメ。本編の内容を反映しながらも、 コミカルに描かれており、最終2話は本編で死亡したキャラクターたちが再登場した。ディレクションは田村正文、ミニキャラデザインは渡辺彩美。脚本は中村孝二郎、アニメーション制作はシーステーション、赤目が切る、霊に関するカテゴリー。ありがとうございます。